本中华联合总会青年部11月25号在新宿进行第二届第二次里监事联席会议以及勉强会。里监事会议主要是针对青年部总则、部费改定以及归国访问团等提案提出讨论。其中为增进青年部功能以及增进感情，提出民部制作构想，获得大家的赞同。这一次特别在下午里监事会后邀请名誉会长詹德勋以日本中华联合总会的历史为题进行讲座，除了青年部的会员之外，还有其他侨会的先进，共将近30多人参加。韓国人が多いというのはその時から来たんです、はいはい、ですからその人たちがもう主な拠点としては歌舞伎を信じるだけです、はい、それでその中にやっぱり中国その時の日本に残った人たちはどういう人かというと日本に引っ張られて日本のために軍隊に来た人たちが日本にそのまま残してしまった。だから東京以外のところも結構東京大阪が一番多いんです。これでいっぱいのあの残りまして、それでこれは戦前派というんですね。私たちが戦後来たから戦後になるんだけれども、あれは戦前派、戦後の人たちというのはほとんど留学。华侨移居日本已经有很长的时间，詹会长以战后断交来做区分，介绍台湾华侨在日本的历史轨迹。与会的日本中华联合总会新人荀子会长表示，自己虽然出身琉球，不知道日本侨界早期的这些奋斗历史，听到詹会长讲述这些过程，了解前辈的经验，在场的青年部成员也能学习传承侨界的理念跟历史。このように歴史を踏まえ、そして今日のようにたくさんの青年が集まるということは、私たち台湾との結びつきがいつでもあなたたちに地位通されてるっていうのは何て言うのかな、託したいなと思っております。で、連合総会の会長としてまだ3ヶ月なんですが、とっても青年部との各エリアの会長との接点もあったんですが、最も青年部と一緒にベースを作りをしております。で、六本木の事務所にも作りましたので、皆さんがお立ち寄りできるようにしておきたいと思いますので、青年部のますますの成長が連合総会の将来につながりますので、頼りに楽しみにしておりますので、大きくなれるような有意義な内容を協議いたしました。そして先ほど千名誉会長の方からご講演いただきましたけれども、青年部初めての試みとして勉強会という形で、これからも我々華僑、そして台湾の歴史を学ぶ場を設けていきたいと思います。当晚包括代表处侨务组王东升组长等官员，以及大阪中华总会洪胜兴会长等各地侨界先进出席在新宿台南担子面举行的恳亲会，为青年部加油打气。因为母会需要青年部的支援传承，青年部也需要母会的经验跟人脉，不仅是继续华侨社会，更是为自己未来的提升跟成长所必须的准备。台湾新闻东京报道。